クリスティアン・ヨハン・ハインリッヒ・ハイネは、ドイツの作家、詩人、文芸評論家、エッセイスト、ジャーナリスト。デュッセルドルフのユダヤ人の家庭に生まれる。名門ゲッティンゲン大学卒業、法学士号取得。当初は、商人、ついで法律家を目指したが、ボン大学で、A.W. シュレーゲルの、ベルリン大学で、ヘーゲルの教えを受け作家として出発。の本などのをはじめ、 多くの旅行体験をもとにした気候や文学評論、政治批評を執筆した。1831年からはパリに移住して多数の芸術家と交流を持ち、若き日のマルクスとも信仰があった。文学史的にはロマン派の流れに属するが、政治的動乱の時代を経験したことから、批評精神に裏打ちされた風刺しや自治師も多く発表している。 平易な表現によって書かれたハイネの詩は様々な作曲者から曲が付けられており、今日なお多くの人に親しまれている。ハイネは1797年12月13日、デュッセルドルフのユダヤ人の家庭にハリー・ハイネとして生を受けた。父、ザムゾン・ハイネはハノオーファーからハンブルクに移った一族の出身の織物賞であり、母ベティは 宮廷月銀行家ギルテン一族の出身であった。ハイネは長男であり、妹のシャルロッテは後ハンブルクの商人にとつぎ、次男のマクシミリアンは長じてから、サンクトペテルブルクの医師に、マッテイノグスターフは、ウィーンの新聞発行者となっている。1803年、イスラエル人の私学校リンテルゾーンに入学する。翌年、ナポレオン法典が交付され、 ユダヤ人でもキリスト教徒の学校に入ることが許されたため、リンテルゾーンと並行してフランシスコ派修道院内の標準学校に入学する。少年時代のハイネは、ハリーというイギリス風の名前やユダヤ人の出自のために、周囲のからかいの対象となった。1807年、10歳でリュツエウムの予備学級に入学。1810年に、 デュッセルドルフのギムナジウムに進学する。これらと並行して図画や音楽、ダンス、フランス語の個人レッスンも受ける。修正詩人を援助したおじ、ザロモン・ハイネ1814年にハイネはギムナジウムを中退し、商人となるためにファーレン・カンプ商業学校に通った。18歳になると、フランクフルトの銀行家リンツコップの下で2ヶ月ほど、無休み習いをした後、 ハンブルクの有名な銀行家、慈善家であった叔父、ザロモンハイネの下で3年間の無休見習いとして、勤めた。最後の1年は、叔父の援助によって、ハリー・ハイネ商会を経営したが、1年の間に、潰れている。ハンブルクではハイネは、叔父、ザロモンの別荘に住んでいたが、ザロモンの娘、アマーリエに恋心を抱き、この時の失恋体験が、後の恋愛女上司の出発点となった。 1819年、ハイネは商人の道を歩むのをやめ、おじの資金援助を受けて、ボン大学に入学する。法律家を目指しての入学であったが、法学や行政学の傍らで文学の講義もとっており、アウグスト・ビルヘルム・シュレーゲルによるペトラルカの講義を聞いて、感銘を受けている。この頃に、論文、ロマン主義や義曲、アルマンゾルを執筆し、文筆活動を始める。 1820年、ボン大学を二学期間で辞め、名門ゲッティンゲン大学に入学する。しかし、血統沙汰を起こして、わずか3ヶ月で、ユシ大学となり、すぐに、ベルリン大学に移る。ベルリンでは、修正主と仰ぐことになるヘーゲルと出会い、彼の論理学、宗教哲学、美学を学んだ。ハイネは1822年に、初の著書、詩集を刊行、続けて、 ウィリアム・ラドクリフなどの戯曲の観光をはじめ、新進作家として、聖望を得ており、ベルリンでは、ラー・エル・ファルン・ンハーゲン家のサロンに出入りしたほか、アーデルベルト・フォン、シャミスソや、クリスティアン・ディートリヒグ・ラッベと交流を持った。1824年、学業に蹴りをつけるために再び、ゲッティンゲン大学に戻る。この年9月から10月にかけて、ハルツ山地を抜ける。 徒歩旅行を行っており、各地を訪れた後、バイマルのゲーテを訪問するが礼遇を受ける。1825年6月、ユダヤ教からプロテスタントに改修、ゲッティンゲン近郊、ハイリゲンシュタットで洗礼を受け、クリスティアン・ヨハン・ハインリヒ・ハイネとなる。この改修は家族に伝えないまま行われており、両親が改修を知ったのはずっと後になってのことだった。このゲッティンゲン大学を卒業し、 法学の学士を取得した。すでに学生時代より50以上の雑誌に寄稿を行っていたハイネは職業作家、ジャーナリストとしての活動を始めた。大学終了後はまずノルデル内地まで休養を取り、その後両親の住むリューネブルクを訪れた後、ハンブルクに移住した。1826年よりハンブルクのカンペ書店から旅の絵の観光を開始し、1827年には、 没年まで13版を重ねた代表詩集歌の本を同書店より刊行している。1827年にミュンヘンに移るが、この旅情、カッセルでグリム兄弟とフランクフルトでルートビヒベルネと知域を得ている。ミュンヘンではコッタ出版の新一般政治年間編集者となり、またハイネの多くの詩に曲をつけることになるロベルト・シューマンと信仰を結んだ。 その後、1829年にベルリンへ転居する。その間にイギリス、オランダ、イタリア、ヘルゴラント島を旅行し、それらの体験は旅の絵やイギリス岩章などの作品に結実する。1830年より三詞門主義に親しむようになるが、著作中の政治批判や社会批判により、次第にドイツ当局から監視の目を向けられることになった。妻、 マチルド・ハイネ・ハイネは、フランス移住を決意し、1831年5月に、修正までの住処となるパリに移った。ハイネは、フランス時代に、多くの著名な芸術家、文学者や、三種元交流を持っており、その中には作曲家、エクトル・ベルリオーズ、フレデリック・ショパン、フランツ・リスト、ジョア・キーノ、ロッシーニ、フェリックス・メンデルス・ゾーン、リヒャルト・アーグナー、作家オノレド、 バルザック、ビクトル・ユーゴー、ジョルジュ・サンド、アレクサンドル・デュマラが含まれる。1832年、ゲーテの死を受けて、文学の決算書として、ドイツ近代文学の歴史のために、を執筆した。この頃より、青年ドイツ派の作家ハインリ・ヒラウベと交流を持つようになるが、1835年に、ドイツ連邦議会により、青年ドイツ派の出版が禁止され、 ハイネは彼らの筆頭に挙げられてしまう。1839年、ルートビヒ・ベルネの死を受けて、ベルネ覚書に取り組む。1841年、クレッサンス・ユージェニー・ミラーと結婚する。1843年、パリで25歳のカール・マルクスと信仰を結び、1845年のマルクスの出国まで頻繁に会う。マルクスは、ハイネの ドイツ冬物語の出版の手助けをするなど炎上に、勤め、ハイネもマルクスに多くの詩を読み聞かせて意見を求めた。1844年、シレジアの急防した織物工が起こした放棄を題材にしたジジ、自治詩、貧しき職工たちを、ーアベルツ氏に発表、社会主義者の機関詩で、フリードリヒ・エンゲルスの激賞を受ける。同年、新詩集を刊行する。 晩年のハイネを訪れるムーシュ1844年に生涯ハイネを援助していた王子ザロモンハイネが死去しハイネを含めた親族間で激しい遺産争いが起きるこの争いは1847年に老いのカールがパリのハイネを訪れて合意が成立するまで続いたこの頃よりハイネは1848年には大半分が動かなくなり5月の ルーブル美術館訪問を最後に外出ができなくなった。1851年、歌の本、新詩集とともに三大女上詩と呼ばれる、ロマンゼールを観光する。1855年、病床のハイネのもとに、ムーシュの愛称で呼ばれたエリーゼ・クリニッツという若い女性が、たびたび訪れるようになり、翌年の死去まで裁判年の詩人と交流を持った。 ハイネは1856年2月17日に亡くなり、モンマルトル墓地に埋葬された。妻マチルドは1883年に死去した。二人に子供はいなかった。ハイネの死には多くの音楽家から曲が付けられており、とりわけ歌の本の死からは多くの歌曲が生まれている。1838年にフリードリヒジルヒャーによって曲が付けられた。ローレライはよく知られており。 ナチス時代には、ハイネの著作は、文書の対象になったが、この詩だけは作詞者の名前が抹消されて歌われていた。フランツ・リスト、クララ・シューマンもこの詩に曲をつけている。また、ミュンヘン時代より交流のあったロベルト・シューマンは、歌の本に収録された作品群から、詩人の恋、リーダー・クライス作品24、二人の敵団兵などの歌曲を作っており、 フランツ・シューベルトの歌曲集、白鳥の歌もこの詩集の中の奇境から詩が取られている。フェリックス・メンデルス・ゾーンが作曲した歌の翼になども歌の本からの詩である。他に、セーザリ・キュイがハイネの悲劇をもとにオペラ・ウィリアム・ラト・クリフを作曲している。日本では森尾外が翻訳したのをはじめ、明治時代より多数の著書が翻訳されており、萩原作太郎、 佐藤春夫など多くの詩人に親しまれた。モンマルトルの墓地にあるハイネの共造ローレライをモチーフにしたハイネの記念碑現在の版は主に一条正男、ハイネを参照している。ありがとうございます。